皆さん、おはようございます。わらび座の山ちゃんです。ゆうくんです。かんたろうです。ゆめっちです。私たちは今ですね、わらび座の本拠地の秋田芸術村にいます。ここにはですね、そのわらび劇場だけではなく、ホテルとか温泉館とか地ビールのレストランとか、まあいろんな施設が実はね、いっぱいあるんですよね。今日はその中の一つのエコニコ農園のブルーベリー栽培を紹介していきたいと思います。はい、それでは準備はいいですか。はい、せーの、変身。よいしょ。はい、ブルーベリー畑にやってきました。やってきました。で、今から草取りを早速やっていきたいと思います。うん、それでは早速やってみよう。それでは早速行ってみよう。ここには早生から中手奥手まで、じゅんぐりじゅんぐりに熟してくれるように20品種植えてます。ここに900本あります。わらび座のオリジナルミュージカル第一作小柄の20、その時からここで農業を始めたんですけど、秋田小町を栽培した、お米を栽培したんです。それでお米もいいけど喜ばれたんだけど、ここに来てくださるお客様にもっと自然の中でね、楽しんでもらえる、リフレッシュしてもらえることないかなって企画会議をした時に、ブルーベリー狩りってすごく楽しいらしいよ、人気らしいよって、それいいぞということになって、田んぼを減反してブルーベリーを植えて18年目です。だからずっと25年間無農薬でやってます。25年間やべ、夢よりも先輩だ。お客さんが、ほら、長靴なくても入れるように防草シート敷くんですよ。はい、ここはあの防草シート敷きやすく、ふわーっと浮いちゃうんです。あと別に根っこから取る必要はないです。こうやって釜でちょっと枯れてくれるので。これはそれはね、置いといていいです。ちょっと可愛いから。可愛いからブルーベリー。これブルーベリー、こんなに出てくる。あ、ブルーベリーなんだ。これがね、元気な証拠なんですよ。これが出てこないっていうのは、根っこがね、弱ってる。これ元気の証拠。新しい赤ちゃんがもうこんなに、赤ちゃんいっぱいよ。で、これはもうね、夏にはこんなに伸びます。このままにしておくと。これがすげーって伸びます。すごい。これいいんですよね。ポイしていいんだよね。ポイしていいよ。その帽子は何？これは一体研究生の時に田植えと稲刈りの体験をするんですけど、同期4人でお揃いで買いました。その時のやつなのね。はい、私ピンクなんですけど、水色とか緑とか、みんな色違いです。似合ってる似合ってる。ありがとうございます。明日もブルーベリーになってる。え、かわいい。あ、かわいい。でかわいい。なんかついつい黙っちゃうな。ですね。無心で。無心でやってしまいます。タンポポとかも。これブルーベリー一つ食べてもいいですか？大きいのしか食べたことないからちょっと食べてみたい。いいで、あ、食べました今、しずえさん。いただきます。なんかこんなです。ちっちゃい化粧の人の。こんなです。こんな小ささです。小指の先っぽくらい。いただきます。酸っぱ。美味しくないですね。それではですね、はい、今から誰が一番美しく丁寧に早く草取りできるか競争したいと思います。イエーイ。丁寧に美しくってのが一番ポイントだからね。丁寧に美しく、はい、分かったか。お、丁寧で美しく、任しとけ、任しとけ、行こう。美しく、分かったよ。ちょっと待って、私さっき置いたんだけどどこに置いた。あら、福山さん、まだ作業しちゃダメですよ。あった。よーい、スタート。はい、もう綺麗になってきました。終わってません。
ちょっとお前これはずるいぞ。いいぞいいぞ。待って、おい早いな、ほら早いわ。あ、本当だ早い。ほら3回マジ？早っ。おしまい。終了。割と小島にまとめてきましたね。はい、早かったですね。早かったです。ここはね、とても綺麗ですね。とても綺麗。やった。でもすごい綺麗。君のはこれから撮ってくれても大丈夫です。限定対象。説明不足です。今日も私です。いや、かんちゃんとも綺麗だ。綺麗です。綺麗だ。綺麗だ。やった。うん。次小山は一番広い面積をやってくれました。ああでもちょっと慌てたからちょっと緑がね、ここも見逃してますね。わあ、広い面積頑張ったから頑張ったでしょう。はい、ということは順位をつけるんだろうとか、綺麗、一番綺麗、綺麗かどうかって言ったら綺麗ですね。やったー、一、夢、美しく、じゃあ美しく丁寧に、早かったのは私です、はい、でもこの草取りに関してはあまり美しさを競わない手早く進めたい、はい、ゲーム自体がちょっと企画ダウンってことは作業としては私が一番言うのみんな上手だった、はい、みんな頑張った、みんな頑張りました、はい、頑張りました、素晴らしい、愛子さんがあ、今日何曜日ですか？今日は日曜日です。今日金曜日ですよ。かゆい。かゆい。はは、いや。芝刈り夢ですね。じゃあそっち側もじゃあ芝刈り機の音を出しながら、じゃあ行くか。芝刈り機の音を出しながら行きます。はい、早い早い、あ、早い、根元も綺麗、根元も綺麗。感想どうでしたか？なかなか疲れましたね。疲れたね。ずっとこうだからね。そうそうそう。上げられない頭が。あ、そうそうそう。上げたら、そうそうそう。大事なブルーベリーがね。そう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 。まあでもなんかやるうちにだんだん慣れてきたよね。そうですね。なんか、最初、よいしょぐらいだ。よいしょみたいな。めちゃめちゃ速くなってましたからね。ゆめさん超早かった。芝刈り。芝刈り夢です。芝刈り夢です。このブルーベリーね、本当にめちゃくちゃ大きい粒になって、7月頭から摘み取りができる予定になっております。はい、ちなみに、楽天でも、このブルーベリーを使ったジャムとかが売ってますので、美味しいです。やべ、美味しいです。やべ、超宣伝しちゃったね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん動画を上げていきたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
ルーベリー。